関東大震災で一部破損した優先ビル優先ビルディングは東京都千代田区丸の内2丁目にある建築物である。ここではかつて存在した同名の建築物についても記す。日本優先会社により新社屋として計画され、同社は用地として1917年10月1410.45坪の 敷地を三菱合資会社より沈借しその建設を図った。そしてパリ講和会議の際、日本政府の代表委員の一人であった、当時の日本優先社長、近藤連平が、航路途中のニューヨークで19、1919年2月に、米国、フラー社の社長ポール・スターレットと会見した際、優先ビルの施行をフラー社に依頼し、契約が締結された。その後、 米国、フラー社と三菱合資会社との合弁会社であるフラー建築株式会社による施行となる運びとなった。各して1920年11月寄工され、その間の1922年4月26日にマグニチュード6.8の神奈川県東部地震が発生し被災し、この被害についてはフラー建築から三菱合資会社辞書部に 4692.14円の工事手数料が払い戻された。機構より2年8ヶ月を経て、1923年5月26日に、竣工した。この施行の契約は、実費生産報酬加算方式で、フラー建築の工事手数料は15%であった。竣工後の1923年9月1日に、発生した。 関東大震災によって一部の外壁が破損するなどの被害を受けた。1945年9月、連合国軍最高司令官僧司令部が接収し、極東空軍に監縮者となした。1956年1月の接収解除後は、再び日本郵船が本社屋としたが、現、建物への建て替えのため1976年3月、取り壊された。 当時の日本としては、規模大なるもので、絵はがきなどにもなった。設計は、ソネ中条建築事務所によるもの。1978年、昭和53年2月に竣工した。建設の際には、1975年6月に、日本郵船と三菱地所が、それぞれ50%ずつの出資で新会社 和田総建物株式会社を設立し、同心会社に建築主を引き受けさせるという手法が取られた。建て替え期間中、日本郵船お及び郵船ビルのテナントは暫定的に三田国際ビルに移転した。1979年9月、敷地が三菱地所から日本郵船に売却された。現在、日本郵船の本社屋として利用されている。また、 東京中央郵便局建て替えのため、ゆうちょ銀行本店が2012年7月まで暫定的に入居していた。余談であるが、屋上には TBS テレビが情報カメラを常設しており、実際の放送では、皇居前、カメラとして、皇居前、広場越しの都心の風景を毎日映し出している。丸の内100年の歩み三菱寺示諸社上官 238ページ、丸の内100年の歩み三菱自書者史上百236ページから238ページ、丸の内100年の歩み三菱自書者史上百248ページ、丸の内100年の歩み三菱自書者史上百247ページ。 丸の内百年の歩み三菱寺書舎史上巻495ページ丸の内百年の歩み三菱寺諸舎史下巻342から343ページ丸の内百年の歩み三菱寺諸舎史下巻343ページ丸の内百年の歩み三菱寺諸舎史下巻343ページありがとうございます